どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3、ワイルドハントやっていきたいと思います。さあ、最後の試練ですね。やっていきたいと思います。行こう。待つ理由はない。行こう。ああ、言いそびれてたが、山からはサークルに行けない。去年の春、岩盤滑りで道が塞がれた。では、メダルの試練みたいに、池川から行くのか？その通り。道は覚えてるか？そう簡単に忘れられないさ。メダルを手にして戻りし者は自らの価値を証明する。そして放浪へと旅立つべし。ベスミルにもそのモノマネを。サブラが開けた穴はまだそのままなのか。俺は気にならんが、ベセミルは直したがってるな。この城を襲う輩なんていない。池への近道としても使えるしな。サラマンドラの刺客たちが壁にもっと穴を開けなくて残念だったな。それか任務を完遂してここを瓦礫に変えたりな。まあでも一筋縄ではいかない感じだね。考えてたんだが、池を泳いで渡るのか。いや、あそこに小舟を止めてある。ほら、釣り用の。はあ、釣り好きとは知らなかった。爆弾を使うんだ。投げ入れて水面に浮かぶものを全部すくう。おお、理にかなってるな。素晴らしい。はあ、一応落とすことができるってことよね。いやー、でもゲイヤモルヘイもなかなかやね。やっぱウィッチャーは日本、やっぱそうだよね。対人と対怪物と。おお。さてさて、マジか、いきなり出てくる。はい、はい、一撃。さあ、一発で。痛い痛い。はい、刺す。で、あとは。おお、意外と。痛い痛い痛い。これどう？K。ねえ、これ使うか。意外と難しいんだよね。じゃあ、ちょっとおめえ。見事なもんだな。どこでそんな技を覚えた？芸術と呼んでくれ。ゼリガニアの達人から学んだのさ。そうかそうか、その話は次の魔女にしてやるよ。さあ、大量にね、落ちてるのはありがたい。何かとね、素材を使うからね。ゲラルト、ゲラルト。ってことはこんな感じで出てくるか、どんどん。ところで、ベスミルとは仲良くしてるのか。まあな、じいさんは説教をやめたし、俺もあまり怒らせないようにしてる。うん、いい兆候だな。ああ、だがでかい城だ。お互いを避けるのはたやすい。さあ、ご飯の家、たやすいね。くそ、絶対ここに止めたのに。縄が緩んだんだろう。そうか、
小舟が自分で抜け出して遊びに行ったのかと思ったよ。くそ、この霧じゃ絶対に。最近嵐があったか。ああ、5日前だ。風が帆を捉えて小舟を停泊地から引き離し、小舟は茂みに流された。ほう、まあ経験済みってところかな。となるとこっちか。あー、錬金術新しいのまだ覚えれないね。あーで水辺か。ドラウンの死体やったのは人間じゃないな。モンスタースレイヤーがいるね。ってことは何か出てくるな。いや、ドラウナーいるか。いたこうなってくると泉の方が何かと何かと。ひどい匂いか。そうだね、同流派同士だから同じ切り方だよね、そりゃね。ウォーターハグか。そりゃね、一番面倒なやつだ。かっこいいね。はい、終わり。よし、洞窟の入り口は反対側だ。見えるか。池を船で渡り、洞窟を抜け、トロールの頭を登れば到着だ。今となっちゃ大したことないだろう。ああ、だがまだおっかねえ。俺の組からは2人しか戻らなかったって話したか。お前たちは洞窟でオールドスピアチップに出くわしたんだろう。ああ。まだそれを悔やんでる。まだ悔やんでるのか。悔やむ？いいや、単に頭に来てるんだ。あんな試練はクソくらいだ。戻ってきたもののほとんどは1年以内にそこらの沼で死んだ1匹30クラウンのドラウナーを狩るためにな。試練に何の意味があったんだ。ベセミルに聞け。聞いたとも、何回も。信じろよ。小舟に乗れ。小舟に乗れ。よし、だが舵は俺が取るぞ。なぜだ。俺の船だから。文句は言わせないぞ。さっきのはレアっぽいんで。だよね、ウォーターハブ。さあ、乗るか。ゲラルト。じゃあ、進めてくれ。ファストトラベル。はあ、水路でね。船でファストトラベル。そうだね、今まで船に全然乗ってなかったから。自作の小舟か。ああ、何か気に入らないか。足首まで水に浸かること以外はないな。愚痴を言うな。湖は渡りきれる。何かに衝突しなければな。自分の鼻先すら見えない。まあ何も、まあ、海だし、ね、何もないね。腐った牛乳みたいな霧だ。知人とは思わなかった。得意分野でね。一つ聞きたいが。もちろん。ランバート、ランバート、嫌なやつ。悪くないな。
さあこういうのね会話をねするというかなんというかね。少し流された、帆が揺れてるぞ。専門家に指図するなよ。さあよし、あと少しだ。洞窟に入るぞ。待て、中に入る前に猫の目を飲むんだろ。他に何かあるか。オールドスピアチップを起こさず静かに歩けとか。オールドスピアチップ、あれがまだあそこにいるのか。ああそうとも、俺たちに気を使って自害しててくれれば別だが、いつ襲われてもおかしくない。そうか、よく口ずさんだよな。オールドスピアチップはよく眠り、起こしたものは永眠する。行くぞ。聞こえたか、子供のようだ。この辺りには誰も住んでいない。幻に決まってるだろ。もし違ったら。好きなようにしろ。はあ、調べてみるか。万一念のためだ。ベセミルの言う通りだ。お前はいつも家中の栗を拾いたがる。仕方ない、行こう。まあ念のためね。何もなければそれに越したことはないからね。まあ可能性としてはなんかね、魔物の可能性もあるけどね。そう、そのプリンター急に動き出したんでね。いや大丈夫だ、もう安全だ。お前が言った通りだった。俺が間違ってたよ。これで何度目か教えてやろうか。その話は後だ。今はフォグレットの相手が先だ。ひどい匂いだ。フォグレットっていうのがいるんだね。消えるか。なるほどね。いていてて。くそ。回復しながら。逃げろ逃げろ。おお。やっぱちょっと強くなってきてるね。しかも消えてると全くダメージが入らないと。痛い。さあ、そうやね、見えないから音すら鳴らないってね。幻か、予想外だったな。当分酒の話の種にするつもりだな。そうとも、事実、高名なリビアのゲラルトが子供みたいに騙されたということを世界中に知らしめるべきだ。ダンディリオに一曲書いてもらおう。どうだ。もし本当に襲われてたとしても、命が危ない可能性があるなら無視したりはしない。それだけだ。もちろん
気高き白狼は困っている人を見捨てはしない。ウィッチャーというより聖人だな。話は変わるが、俺の見間違いか、あの少年は。ああ、仲間の一人だ。試練の最中に溺れたんだな。フォグレットは声と外見を記憶したんだ。最高だな、ここでよ。二度言わなくていい。むしろここには来たくもなかった。ランバートもういい。さあ、アイテム拾っていこう。めっちゃ強かったよ。いやあ、でもですね、なかなか戦わない相手ではあるから、それはそれって助かるね。いやでもだいぶ強いね、そう考えると。さあ、洞窟へ入ろう。所持品、猫の目。黒シャツ、猫の目、猫の目。いや、そもそも作ってたかな。あった。猫の目が。じゃなくて、使用しよっかね。さあ、これで。ほら、意外とアイテムが取れない。こっちだけど、こっちなんかないかな。風船だけだけか。あ、あったあったあった。もう試練ね。でも小さい時、あんな小さい時に試練するんだね。あんだけちっちゃい子供のが見えるってことはね。くそ、高すぎる。俺が手を貸してやる。覚えてるだろ、これも試練の一つだ。ウィッチャーは孤独な狩人だが、時に人の手助けが必要となることもあるだろ。ベセミルの教えだ。いいか。くそ、重いな。1、2、3。お前も似たようなもんだ。さあ、行くぞ。まあ大の大人やかいね。さあ、このシャツは何のためのシャツかというところだけど、壁が崩れそうだ。アードを使うか。オールドスピアチップが目を覚ますぞ。なんだ、怖いのか。いや、ただ冷静に考えたいだろ。落ち着け、滑ったんだ。さあ、猫の目の効果が切れた。ああ、壊すしかなさそうだね。ゲラルト。さあ、こっからどうなるかと。飛ばしただけか。意外と猫目がそんなに時間持たないっていうね。なんだ。何かが目に入った。多分ゴミだ。割れた鏡でないといいが、もっと意地悪になってしまう。オールドスピアチップはお客に優しくないんだ。さあ、登って。いや、なんか出るな。あそこが一応進めるようにはなってはいると。が、しかし、壊さずとも進める方法はあるって感じか。ただなんか壊したら壊したで出てきたってことかな。
び臭い場所だ。何を期待していた？スミレの代わりか？そうだった。無邪気に寝てるぞ。かわいいな。永遠にこの寝顔を見ていたい気分だ。あそこか。洞窟を通り抜ける。ただ取れるものは取っておく。まあ、やばそうな感じはするね。通る。はあ、吹雪。こういう感じね。で、こっちか。やっぱあれだね、壊してたら戦闘になってたって感じかな。まあ戦わないに越したことはないと。若干知恵も試されてるんだろうね。さ、叶わない時には寄らないっていうね。地上に戻れてよかった。まだ問題がある。トロールか？奴らにとっちゃ問題だろうな。俺にいとこ、用心した方がいい。気を抜くな。奴らの縄張りだ。トロールくらいでちびったってのか？俺も昔はお前みたいに大胆で強気だった。そうしたら腹を刺された。トロールではなく人間のガキにな。身をもって学んだんだ。行くぞ。ああ、一番恐ろしいのは人間といっても力の場だ。見てみよう。こんなところに。さあ、アビリティゲッチュ。アードね。まあ、イグイ。さあ、行こう行こう。そうね、はい。俺たちを見た途端にクソして逃げたぞ。トロールにしては珍しい行動だな。珍しいのか。話すのはお前に任せるよ。サークルへ行きたいんだけど。落ち着け。サークルへ行きたいだけだ。ウィッチャーは一つ言って二つ行動する。時々三つ行動する。もうたくさんだ。どけマヌケ。サーモナイトすりつぶすぞ。わかったか？おめでとう。言葉が分かったらしいな。洞窟に走れ。潰される前にな。まったくお前は。余計なことを。来てるか？で、アード。君は進むな。ウィッチャー、わかったか？わかった。だがそれでもエレメントサークルへ行きたい。聞け、トロールは行かない。ウィッチャーの城に行かない。岩は山ほどある。いい岩だ。おしゃべりは楽しいか？ラチが開かないぞ。話させてくれるか？話してみる。お前の交渉は奴らの文法と同じ程度ってことだ。傷つけに来たんじゃない。
岩には触らない。とにかく通してくれ。トロール、岩を投げる。ウィッチャー反撃しない。話すだけ。ウィッチャー、いい人？バカ。ウィッチャー、化け物殺す。トロールは怪物。うん、本当だ。嘘つくな。こうしよう。背中の尖った棒を置いていけば通す。嫌なら潰す。そうか。剣は置いていく。後で取りに戻る。分かった。剣は置いていこう。帰り道で引き取る。帰りに持ってけ。金属は嫌だ。口に刺さる。本気か？黙って俺に合わせろ。さあ、まあね、時には協力も必要だからね。職人は間違えたんじゃないか？ベセミルの教えが確かなら、ウィッチャーは怪物を殺すのが仕事だ。殺すのは危害を加える怪物だけだ。石を投げてきたんだぞ。愚痴は後でエスケルに言え。ほんのあと数歩。よし、着いたぞ。やっとか。すげえ絶景だな。景色は後で楽しめ。後で楽しめ。もちろん任務が先だ。サークルの仕組みは覚えてるか？メダルを活性化させたのは結構前でな。いいんだよご老人、言い訳は無用だ。松明を灯し、呪具を最大に備えろ。あとは任せておけ。どうだったかな。水、それから土、それで風。さあ、これで呪具がどうなるかっていう感じだね。さあ、これで準備はできた。よし、呪具を置いたぞ。じゃあ、あとは待つだけだ。入れ物がエレメントの力を吸収する。一休みするとしよう。前回来た時はトロールにどう対処した？ああ、悪水を使ったな。だが相手は一匹だけだ。他の二匹は忙しくしていた。ああ、悪水は便利ないんだな。少し前に命を救われた。便利で危険だ。ああ、悪水は便利で危険だ。なぜそんな風に？頼りすぎてしまう。商人に値下げさせ、尊大な貴族に排水を飲ませ、自分に敬意を払うよう仕向け、使うのを躊躇しなくなる。俺は躊躇しないね。お前は昔からずっとそんな調子なのか？いいや、ベセミルにケイアモルヘンへ連れてこられてからだ。ウィッチャーでいるのがそれほど嫌か。ウィッチャーでいるのがそれほど嫌か。もっとクソったれな仕事につけたかもな。選択肢がなかったのが残念だ。運命だ。運命？運命について教えてやろうか。父は飲んだくれだった。何杯か煽っては俺と母をひどく殴った。父の死を願ったよ、毎晩な。ある日その願いは叶いかけた。父は酒場からの帰り道で迷い、ネッカーの巣に出くわした。だがどこかのウィッチャーに助けられた。そいつが見返りに何を要求したと思う？家に帰って最初に見たものをくれた。俺の人生をあのクズの命と引き換えに。そんな運命はクソくらいだ。
行こう。もう行こう。こんな話を聞くのは嫌か？俺たちは感情を捨てたもんな。他にも聞きたくない話をしようか。メダルの試練の後、まっすぐ家に帰った。父に感謝を伝えるためにな。俺がどうしたかわかるか？ランバート、よせ。心を開いて話し合えると思ったがな。いいさ、すべてに満ち足りたふりをしていこうじゃないか。道が手招きしてるぞ、相棒。仲間が待ってる。剣を取ってこよう。剣のないウィッチャーは腕をなくしたも同然だ。そうだな、兄弟。ウィッチャー、止まった棒返す。これ持って帰れ。ああ、言われなくてもな。行くぞ、ゲラルト。帰ろう。よし、砦戻ろう。では戻ろう。了解、隊長。滞在するとなんかあるのかな、まあ、帰り道ボスに挑戦するとかそんなところだろうね。さあ、魔力鑑賞いきますか。魔力鑑賞そんな難しくなさそうな気はするけどね。ちょっと強化しておいて、で戻ろう戻ろう。まあなかなかクセモノ多いね。ほんとさ、まあいろいろあるんだろうけどね、まあ、それ言ったらゲラルトはどういったいきさつでとかいろいろ出てくるけどね。めっちゃカラスが鳴いてる。意外と真ん中じゃ開かない。さあ戻ってきた。防具だね。さあさあ、イエネファーがどこにいるのか。一番上かな、もしかして。まあでもウィッチャーになりたくてなったっていうわけではなかったりするんだね、全員が全員ね。おお、このポンコツ。いまいましい水晶。皆を吹き飛ばすのか。冗談を聞く気分じゃないの。特につまらないやつはね。どうしたんだ。何をカリカリしている。そうね、今のが爆発した3つ目の水晶で、1週間経つのにランバートは頼んだことをせず、ベセミルは私の部屋の真下の窓を修理すると言って夜明けとともに金槌を打ち始め、エスケルはフォークテイル狩りの代わりにキノコ取りに行ってしまったからかしらね。ベセミルたちは君に不満を抱いてる。どうして。それは計画を話そうとしないからだ。彼らを雑用係のように扱い阻害し、俺も同じように感じてる。全て説明するわ。しかるべき時が来たらね。まずは準備を終わらせないと。このあたり、まあ、聞かずに行こう。よし、何をすればいい。まずはエスケルとランバートを手伝って、フォークテイルの髄液の調達とエレメントによる呪具の強化を頼んだけど、まだ二人とも何も持ってこない。
ランバートの手伝いは済んだ。エスケルの様子を見てくる。他には？ええ、もう一つ小さな問題があるわ。ご覧の通りよ、メガスコープがひどいありさまなの。近くに干渉波を生み出すエネルギー源があって、水晶を誤作動させているはず。それを見つけて無力化しなきゃならない。なるべく早く話をしたい人がいるの。ほう、誰に接触するつもりだ？誰に接触するつもりだ？それも秘密か？もうそういじけないで。別に秘密じゃないわ。アイダ・エミアンよ、覚えてるでしょ？忘れるものか。女魔術師会のエルフの賢者だ。その通り、賢者よ。その名が示すように相当な知識があるはず。ウーマについて相談したいの。これで満足？君の女魔術師の友人には賢者かを問わず落胆させられたことがあるが、必要なら仕方ない。昔からあなたが女魔術師にそれぐらい慎重だったらね。まあご承認をどうも。どうやって見つける？どうやって見つける？ポテスタキジタを使って。ポテスタキジタ、いい名前だ。複雑で。でもすごく単純なのよ。しっかり掴んであちこち動かして音が大きいほど近いってこと。ふん。子供じみた考えはやめてよ。それで何をもたもたしてるの？さあ探しますか。アイテムを変えてで使うと。反応がないな。意外と気にしなくていい感じだね。反応がないな。音がする。音がする。あれ、もしかして上じゃない？これは意外と下か？そりゃ見つからんわな。お、この辺りか。さあ、ぐるーっとね。おっと、信号だ。くそ、信号が消えた。反応がないな。こっちではない。おっと、信号だ。お？信号が強まっている。もう遠くないはずだが。イエネファーは音の鳴る棒を持って歩き回ってくれるものを見つけたようだな。遠ざかった。なんだ、狼よ。これでいいや。全然話違うけね。彼は剣を、トーヘルムを作っていたようだな。手伝ったんだろう。上限程度だ。あの子には到底あの剣は作れん。だが質問するだけでわしに金床を使わせなかった。例によって一人でやりたかったんだ。だがその後計画そのものがまさに破滅した。どういう意味だ？ベレンガーは城の向こうの谷に住み着いていたチョルトを倒しに出かけた。なぜか全ての道具を持ってな。留守の間にわしが剣をいじくるとでも思ったんだろう。あいつの性格は知ってるだろう。ともかくチョルトは強敵だ。ベレンガーは逃げるしかなかった。その時に工具を全部手放したのさ。真っ赤になって帰ってきたよ。帰り地だけじゃなく気恥ずかしそうにしてな。あいつは口も聞かずすぐにここを去った。それ以来戻らん。その後は知っている。そのチョルトの住みかは？
やはり型をつけたいか。下流まで川を下るのが最も簡単だ。だが用心しろ。ベレンガーには欠点もあったが凄腕の戦士だった。まだそこにチョルトがいるとしたら用心して臨めよ。もう遠くないやつ、信号がとても強い。近いな。まさかウーマか。いや違うね。話せるか。うん、問題なし。ではな。もう遠くないやつだな。ってなると、いや違う。信号がとても強い。近いな。祖母か。信号がとても強い。馬に乗りながら怪物退治が得意じゃない。違う違う。信号がとても強い。近いな。これ？馬に乗りながらの怪物退治は得意じゃない。干渉派はここからだ。箱には何が？ランバートのディメリティウム爆薬だ。メガスコープが機能しないわけだ。よし、運び出すぞ。わしがやろう。お前に棚を散らかされたくない。ウーマを見張っていてくれ。ああ、ベセミルおじさん。どうだ、ベセミルにこき使われてないか。だと思った。まあ、しばらく終わった。もういいぞ。さて、条件反射のテストだ。お前ビッチャーにする気満々じゃねえか。所持品180までなったか。だいぶ重くなったな。鋼上がるね。防御力上がるか。ちょっと預けとくか。脈は弱い。だが規則的だ。意外とね、矢をね使わないから。ルーンは一応念ため持っておこう。これがね、いいかな。まあ、なんだろうね、ほぼお使いやね。それだったらどうしよっかな。とりあえずこのお使いまでしますか。次回話一気に進むんじゃないかな。大体それで準備は終わるからね。階段登ったりとかもどかしいね。あ、動いてる感じやね。これで機能してるみたい。原因は何だったの？ランバートがディメリティウム爆薬を保管していた。彼はそれがメガスコープに干渉すると知らなかったのかしら。ランバートは、ランバートはメガスコープの専門家じゃないからな。まあ、ランバートはバカじゃない。わざとよ。もういいわ。じゃあ更新を始めるわね。本当に俺が必要か。女魔術師は誰にも秘密を明かさない。そう聞いたが。信頼の証と考えて。じゃあ始めるわ。それとゲラルト、行儀よくしててよ。俺のことを信頼してるんだろう。上げ足を取らないで。
ケドミル、アインセベルネ。なぜ呼んだのですか？解き方のわからない難しい呪いに悩まされています。馴染みのない古代語で唱えられたものです。バフェルエレイン、ケドミルフォリエ、グレディブドルネプテナイト、ボンドロイイスネイアフス。聞き覚えがあるようだな。おとぎ話の。お力添えいただけますか。できる限り、グランベルド・アグネスの呪文によると、エルダの三角形、もちろん逆三角形ね。それが唯一の頼みの綱となるでしょう。でもそれは確実かどうか保証はできません。多分この辺りはバグだろうね。話はまだ終わっていません。ほう。見返りに何かおっしゃった。何か問題でも。なんだ。白き霜と白き光の時が訪れる日は近い。世界は氷に包まれ滅びるだろう。イスリンの予言か。知っていて当然ね。でも理解しているの？古き血脈は終焉をもたらす終わりの時を起こすことも止めることもできる。白狼よ、覚えておくのです。種が炎に包まれるかどうかはお前次第なのだから。ほう。選択次第。次は何？なかなか興味深い話だった。次はどうする？まずはあなたと他の男たちがやるべきことを済ませるのが先。さあ、レベル上がった。特に何もしないんだけどね。さあ、レベル19ということで、今回はここにしましょう。ちょっと話メインだったけどね。次回はフォークテール狩りをして、一旦話が進むと思いますので、そちらを楽しみにしておいてください。まあ途中ちょっとね、やっぱバグで声が入らないことが多々あるんだよね、このゲームは。まあまあ気にせず見ていただければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。